皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日もぐるっとアクアハウスをお見せしたいと思いますけれども、この魚スーパーレッドアロワナは、2020年に私の誕生日自分でお祝いしてですね、お迎えしたんですね。その頃からもう何歳かわかんないかなりの老魚ですけれども、今もですね元気に泳いでます。去年の夏にちょっと一回死にそうになって餌を全く食べないという拒食状態がありましたけれども、今はすごく食欲もあって元気ですね。元気になった理由っていうのは動画で見ていただければと思うんですけども、やっぱり環境を変えてったっていうのは重要ですね。やっぱり老魚になってもう無理かなって思ったんですけども、諦めなかった。M さんをはじめもういろいろですね工夫しながら虫をあげたりとか、いろんな餌をですね、食べない子に餌をあげる、だんだんあげなくなっちゃったりするんですけど、餌をあげてまた水が汚れないように取り除いてっていうのを繰り返してですね、であと単独飼育だったのをこの下にポリプテルスアンソルギーをたまたま隔離で入れたんですね。そしたら急に元気になっちゃいましたね。不思議ですね。魚っていうのは微妙なバランスで生きてますね。水質もそうですし、同居の魚もそうですし、だから必ずしも単独飼育がいいっていうわけでもないのかなっていうところでですね、いろいろ悩ましい、正解がない世界ですね。こちらの水槽も安定してまして、ネオケラルドゥースと、それからゴールデンアロワナ、それからポリプテルスのワイルドのエンドリケリーがいますね。ワイルドのエンドリケリーはあんまり大きく見えませんけど、60センチ以上あるんですよね。それからあんまり画像を出したことがないんですけども、スネークエリアと呼んでますけども、ヘビが結構います。実は私自身がヘビがすごい好きというわけではないんですけど、ヘビは昔から見るのは好きだったんで、アクアハウス の入居者の方とかのヘビをですねお貸して差し上げているということで、ちょっとスペースをお貸ししてる感じですけどね。あとカメは私のものですね。あとグランディスヒルヤモリ、この辺のヤモリ系は私大好きなので、この綺麗なヒルヤモリはですねすごく繁殖にチャレンジしているところですけども、最近卵を産みましてちょっと期待したかったんですけど、ちょっとうまくいってないですね。クレステッド月光はうまく繁殖が成功して、今ペアから6匹ぐらい子供がいて、これが大きくなってきましたので、だいたいもうすぐ大人になってくるのかなというところで楽しみですね。次の次世代を育てていきたいなというふうに思ってます。クレスはもう本当可愛いんですけども、ちょっと繁殖させるといろいろこう混ぜるので、ちょっと傷ついたりしますけどね。それからまたまたですね、こちらは私の自慢のまたまたなんですけども、高長40センチ以上あります。あとレオパード月光、こちらはかなり私も最近力を入れている感じですね。またグランディスヒルヤモリでしょ。このグランディスヒルヤモリはですね、ハンドリングはできない、それから手入れしてる間に逃げられちゃう、いろいろ心配なことがあって、なかなか観賞用というか綺麗だなという ところで楽しむ生き物ですね。手に乗っけたりとか、そういうペット感覚はちょっと少ないかなと。でそれに対してクレステッド月光はやっぱり手に乗っけたりとかして、肌触りもすごく絹みたいな、シルクみたいな感じなんですよね。これがまたすごくいいですね。そしてレオパード月光の話に戻りまして、レオパーマンションという形でですね、たくさんこう入れられる入れ物を購入しているんですけども、10室ぐらい分あるんですけど、すでに全部埋まりました。レオパはコレクション性があるので、ブラックナイトみたいな高額のやつもあるし、タンジェリントレンパーとか、この辺黄色系とちょっと赤みの強いようなオレンジ系の強めのを集めてまして、これちょっと違うタイプですけれども、いろいろちょっと可愛いなと思うと買ってしまうという感じでですね、将来的にというか近い将来はやっぱり繁殖をやっていきたいんですけども、マックスモーですね、この辺はね。今何匹飼ってるのっていうところで言うと12、3匹じゃないですかね。ちょっと2、3匹ってのどっちだったかなと思ってる感じなんですけど、レオパはですねちょっと楽しく増やしています。こんな感じでアクアハウスチャンネル、また今日のアクアハウスたびたびやっていきたいと思います。よろしくお願いします。